今も関係ない、お前に対して関係ない、本当に最低父追放、コケ鬼同感醜いぞ、しかも実朝暗殺黒幕説ある、言葉はあんたに倒幕決断、そこでどうすんのかと思ったら姉のおかげで勝利かよ上級の乱。死を追放ひどいと最悪から将軍を取り上げる部分、後継いなくなった、源氏コケを同感してもらう、死を追放したお男子金とも野球好きか、ん？同感の意味ってお分かり？不明、その〇〇好きかってお話、父の次に滅ぼしたわだ、その通りあんたはクズだな、あんたがなったのは侍版、上級3年後に亡くなります、草生えるあんたの作戦なんか、私は勝手踊るよマツケンサンバ、父滅ぼしたわだ、あっちすごい飲みを困るのゴミ箱クズ生える作戦、ええやん、どうし長いけ、マツケンサンバ、お前のラップ、エルクボー、ゴーケイオー、エルクが好きだよ、エルクボー、ラップ。いつ私がコケを射抜いたよ、もう少しちゃんとディスりなよ、もう気づきなよ、義時よりさ、名前の勝ちってポチとしときな、抜けばおちゃうちゃ名前といいや、義信逆にお前はゴミ箱に放り込む、やること汚い独裁性、お前評価する人多くないぜ。